マリウス・シムディカは、ルーマニア・ブカレスト出身のサッカー指導者、元サッカー選手。選手時代は、ルーマニアのラピド・ブカレストやポルトガルのマリティモなどに、所属し、ラピド・ブカレスト所属時に、リーグ優勝1回、カップ優勝2回を記録した。2015年、選手時代の末期に、ギャンブルに依存していたことを告白した。選手引退後は指導者の道に進んだ。 2015年4月28日、辞任したドリネル・ムンターヌに代わって、アストラ・ジュルジュの監督に就任した。2016年5月1日、残り2試合で、首位アストラと勝ち点差6の2位だったステアウブカレストが、パンドリー・トゥルグ・ジウと引き分けたことにより、アストラは、シュムディカ監督の下で、クラブ史上初となるリーグ優勝を飾った。アストラは、 同年7月16日に行われたスーペルクパ、ロムニエで CFR クルジュに勝利して、クラブ通算4個目の主要タイトルを獲得したが、シュムリカは2015から16シーズンの不適切な行為により、ベンチ入りを認められず、スタンド観戦となった。同年9月26日、アストラの本拠地であるジュルジュから、名誉市民の称号が送られた。2017年6月、 カイセリスポルの監督に就任した。ありがとうございます。